皆さんこんにちは。ひよどり城天空菜園ピオグマさんのベランダ栽培です。今日は7月31日、今日も猛暑ですね。アボシメロンが2メーター以上に育ちました。はい、こんな感じです。花が咲き始めています。本日はミニトマトの散髪をしました。7段目ぐらいまで実ができましたが、その時点で全ての先端を止めています。そして根元の2つの芽だけ残して、ここを1週間後に切る予定です。以上です。